これ美味しいな。後で教える？有名か有名じゃない、あ、それも内緒なってこと？ジャパニーズそばヌードルツタの大西祐希です。よろしくお願いします。何度かシンガポール来て、やっぱり鴨料理を結構食べる機会が多くて、それでもともと日本食でもすごい鴨ってよく多く使われる食材だから、それなんかこうシンガポールに合った形で作れないかなと思って作ったのがきっかけ。もちろんその食材に対する最初のまず下処理、内臓とか掃除して、それであと炊き時間と温度、火の加減、火の強さね。血が多いからタンパク質が多いっていうことは焦げやすいから、だからその部分を意識して常にもうその場から離れないで徹底的にずっと見張っていくような感じで。やっぱりこっちでもシンガポールで鴨食べたけど、やっぱり火の入れ方が強すぎるんだよね。鴨はタンパク質が多いから火の入れ方によってもパサパサになったり硬くなったりしちゃう。だからツタの今回の鴨のラーメンは鴨のロースを低温で煮込んでしっとりと仕上げてます。味的にやっぱりちょっとクリーミーだからちょっと重いから、フレッシュな玉ねぎと、あと彩りでベビーリーフと、あとコクを出すのにカシューナッツと、でちょっと味を締めるのにブラックペッパーをちょっとだけ入れて、これはドライに使うね。こっちのやつは少しちょっとねジャンクなイメージがあるけど、多分ツタのドライの方は日本で言ったらきしめんみたいな感じだよね。だってこれ結構ライトだけど、ツタのやつはクリーミーだから食べればいいんだよね。また薄口醤油っていうのは素材を生かすための醤油だから、醤油にかっちゃダメだから、油が鴨のうまみが、だからそういった薄口醤油を使ってやって、しかもその薄口醤油のタレと鴨油だけまずその麺を絡めて、その後に先ほど話した具材をのせるようになる。今回の鴨にしかり、シンガポールでしかできないものとか、そういった味作りをしていけたらなと思ってます。だからそれは日本では作らないし、シンガポールだけのために、シンガポールでもやっぱりオンリーワンなものを目指していきたいし、それがやっぱずっと、ね、僕が死んだとしてもずっと残っている料理であってほしい。なんか日本人が残したご当地ラーメンみたいになったりね、日本人が残したシンガポールで愛されるメニュー、ラーメン。